くそ、惜しかった。出だしから A 転換を使っていたら。いや、あの動き、俺の目を読んでたな。つまりここから先は A 転換や K 転換が使えるから有利になる、というセオリーは通用しないってことか。何か調整は必要ですか？調整か、そもそも俺の目をうまくかいくぐってきたんだ。それに対する調整なんてあるわけないよな。出るならそうしますね。でも策がないわけじゃない。A 転換は目の色でおおよその効果が予測できるのは知っていますか？聞いたことあるな。誰から聞いたかは忘れたけど。基本的には5色、赤、青、緑、白、黒。赤は視界の弱点を見ることに特化、青は視界の守りを見ることに特化、緑は視界の情報を見ることに特化、白は視界の寿命を見ることに特化、黒は視界の善悪を見ることに特化。その色の配分で相手の目の能力がおおよそ予測できたりするのです。ホムラは色の割合で言えば赤9割、白1割といったところでしょう。私が予測するに相手の弱点と少々の弱点に対する効果範囲が見えるのではないでしょうかね。確かにそうだ、そうか、それでさっきのピンクは俺の目の色から行動を先読みしていたのか。ピンク色ということは赤強めで白と緑と青が入っているようなものかな。え、ピンクって赤に白足した色じゃないの？いえ、基本的には RGB、光の三原色の比率が基準になります。白黒は色の高度比率が基準になります。ちなみに私の A 転換は A、青5割、緑2割、赤1割、黒2割の割合で効果は対象物の負傷部位の視覚化です。最初に戦った人は角で赤10割、効果は全弱点の視覚化。2番目に戦った層は青10割、効果は対象物の全体性の視覚化。3番目に戦った人は水で緑10割、効果は全情報の視覚化。4番目に戦った人は O で赤5割、緑5割、効果は対象物の可能性や選択肢の視覚化。5番目に戦った人は等で赤6割、緑4割、効果は対象物の理想思想の視覚化。7番目に戦った人は紫で赤5割、青5割、効果は対象物の投資視覚化。同じ A 転換でもここまで性能に差があるのか。そもそも単色って強いけど読まれやすいって話にならないか。はい、でもその情報があれば相手の目が同じ A 転換の場合十分対策を立てられます。そうだな、悩んでいても強くなるわけじゃないし、次に挑んでみるか。一つ重要なヒントを教えます。本来の私たちはもっと強いです。ですが弱体化させられて戦っています。つまり本来の戦い方をしたくてもできなかった人たち、まだ弱体化した体に馴染んでいない人たちもいます。ですが頭脳や体で覚えている技術、知識は弱体化の影響を受けません。つまり弱体化の影響が少ないほどこの試練では強いです。ありがとう、参考にするよ。つまり佐々木の技術の究極系はこの試練でもかなり強い部類だったのか。だけど代々の時や青の時みたいなお手上げ状態とは違う、戦えたんだ。次はこの扉だ、説明頼む。この扉には H の究極系がいます。頭脳という分野ではこの世界で一番かもしれませんね。文字通り。なんで微妙な顔してるんだ。人類様って賢さの部類で言えばそこまで高くないと自覚したのと、あの子が一番と認めるには私のプライドが許せなかったんですよ。とりあえず知恵比べですね。知恵を力技で崩すのも一般的には手ですが、あの子はそれを絶対に許しません。頭脳戦か、自慢じゃないけど俺、パズルゲームとか推理ゲーム死ぬほど苦手なんだよな。信義の野望とかの策略系も苦手だし。でも現在4敗、そろそろ危ないからな。ここは勝っておきたいところだよな。入るところからやり直し。他人の部屋に入ってきて、失礼します、の一言も言えないの。礼儀知らずここに極まれりね。なぜノックもしてないし、こっちがどうぞ、っていう前に入ってきてる。ああ、もう恥ずかしい。あ、ごめんなさい、入り直します。え、なんで出てきたの？いや、なんか追い出された。入る前にしっかり声掛けとノックしろって。別に必要ないわよ、面接でもあるまいし。でもまた怒られるのは嫌だし、今度はちゃんとノックしよう。なあシル、扉の向こうの声ってこっちに聞こえるのか？絶対に聞こえません。こっちからの、どうぞ。が聞こえねえのにどうやって了承得るんだよ。ちょっと、またノックしてない？だから聞こえねえんだよ。ノックもお前の声も。野蛮人な打鍵に合わせるとしましょうか。私の寛大なる心の広さに感謝しなさい、野犬。今までにないほど口が悪いな。これが世界一賢いのか？うわ、なんだなんだ？やっと。はい、これで多少はマシでしょう。おい、開始前に何をした？アルコールスプレーと香水。アルコールスプレーだと。え、アルコールスプレー。私は自助の究極系なのだから清潔はたしなみ。相手と接触するかもしれないのに最低限のエチケットも意識してなかったとか。いや待って、それ言い出したら俺結構長い間お風呂入ってない気がする。実に汚い、日頃、家汚物、家環境汚染の現状と言ってもいいでしょう。そんな状態で試練を続けるつもり、正気。いや確か。いや
や、なんか急に自分が恥ずかしくなってきた。ねえ、匂ってない、俺匂ってない。次回、お風呂入ってから出直してきな。わあ、恥ずかしい。え、なんでまた出てきてんの？ふるん、お風呂ない。こんな臭い自分を他の人に晒すなんて恥ずかしすぎて恥ずかししちゃうよ。意味がわからないのと、お風呂は左に向ければあります。行くならさっさと行ってください。あーやだやだ、恥ずかしい恥ずかしい。主様にえげつないもの食べてるって思われたかな。また来たな、綺麗になってきたぜ。あ、うん、綺麗だね。ふん、あれ、反応薄くない？私的には主が臭い方が良かったのだけど、試練に集中できないからお風呂に入れさせたけど、それはそれでなんか味気ない。それじゃあ戦おうか。はぁ、あ、ここまで露骨にやる気ない人この試練で初めて見た。それで先行後攻、俺が決めていいんだな。お好きに、私もお好きにするから。あいつマジでなんなんだ。でももう何か発動してる。それにモップ、H の究極系って聞いてるけど、全然わからない。戦い方の想像ができないぞ。あれ、来ないの？初手から本気で来ないとまたやられるかもよ。知らんけど。よし、とりあえず攻めてやる。ズラから教えてもらった情報通りならあいつはがっつりと白色だな。つまり授業を見る効果を持っているのか。ただ授業ってアバウトだな。一体何の授業を見ているんだ。相手が頭脳ならこっちは力で押す。得意分野でわざわざ戦わない理由はないからな。は？ああ。俺の経験談の動きが完全に抑えられた。なんだ、この今までにない。この感じは、見向きもしてないというか、そもそもあの光のサークルは何なんだよ。無意味ではないと思うけど、想定できない。しかも戦闘が始まって喋らなくなった。何か考えてるのか？ならもう一度だ。ただし今度は高速支配込みだ。まずはその冷静な顔を曇らせてやる。戦闘、水は以上。揺れ動く波の背景の中、俺を正確に捉えるのは困難。だけどそれだけじゃない。高速支配、乱行、認識障害。混沌支配、視界の情報を本当にごくわずかだけど認識を狂わせる。だけど一瞬の判断ミスが命取りの戦場なら十分な効果を持つ能力だろうが。どうだ、ここまで認識を狂わされたら H もクソもないだろ。そこは私の絶対領域。この領域内の汚れは全て排除するのに。見えた。でもマジかこいつ。俺が光のサークルに入った瞬間俺の動きを完全に抑えて、あとはモップでめった打ち。しかもそれだけじゃない。あいつ、まさか俺と同じか。高速支配、自然光、乱光、使用法則18種類、回。あいつがそれをつぶやいた瞬間、俺の能力が一気に格下されたんだ。つまり相手も法則支配、そして同じ法則で相対したんだ。近接でも能力でも知能でも上、こんなのどうやって戦えばいいんだよ。セラキンさ、なんでモップを武器にしてるの？モップって掃除道具だよね。自助の究極系を目指してる私がモップを持つのは当然でしょう。うわぁ、越前、H の才能を認められただけで自助の才能は全然認められてないじゃん。バカなの。私まだ H の究極系じゃないし、だからまだ可能性はあるし。それにどのモップでもいいわけじゃなくて、このモップならではのこだわりがあるんだな。見てよ、この先端のクッション性に優れたスポンジ、これで相手の攻撃の勢いを完全に吸収して抑え込めるのだよ。でもそんな吸収性に優れてるのに角で殴ればかなり痛い。一般人なら普通に死ねるほど痛い。だけど一撃で死なせないいい塩梅を見せてくれる。一撃で葬るなんて面白くもなんともないしね。そして極めつけは自助っぽい。以上。理にかなってるのか、ただのバカなのか、私にはゼラチンのことはよくわかんないよ。誰がゼラチンだ、ゼリーにすっぞ、このピンク。ことかちゃん、最近調子はどう？順調かな？はい、アリシアさんやメリアさんのおかげで多少のことなら辛さを感じなくなりました。すごいわね。それじゃあまた時間あるときにいろいろ教えないとね。お前全然懲りてないな。今のはお前のせいで苦しんだんだよ。バカ、ゲームだよ、理解しな。そっときは、お前が理解するまでずっと体内でうねうね地獄ぜ。あれだけは嫌なの、お願い、勘弁してー。あれは長くなりそうですね。次回も熱々の戦いです。ぜひ見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。